原子炉実験者の森でございます。山田先生のお話に引き続きまして、私は加速器物理、あれば加速器物理工学というのを専門にしておりまして、その加速器と、原子力と、最近ですね、両者の関係が、先ほど山田先生のお話にもありました加速器駆動原子炉というようなものをキーワードにして、今までは全く関係ないようなものだと思っていたものがですね、結構最近関連性を持っているということが言われるようになって、その研究も、かなり世界各国、もちろん日本もそうですけれども進んできておるということで、お話を、できるだけ一般の方もおられるということなので、分かりやすくですね、説明させていただければと思ってまいりました。それとあと最後にはですね、非常にまだまだこれから、本当にまさに今研究が始まったばっかりというようなお話もですね、少しだけ付け加えさせていただきたいというふうに思います。で、皆さん一昨年になりますけれども、非常に物理の世界で大きなニュースは、ここにありますように、いわゆるヒッグス粒子というものが見つかったということが話題になりました。で、ヒッグス粒子っていうのは、素粒子の一つでありまして、未知の素粒子として、非常に長年ですね、素粒子物理屋がですね、探していたものです。で、これが見つかったということでですね、このヒッグス粒子を、理論的に、予測した、存在を予言していたお二人の方、フランソワ・アングレルとピーター・ヒッグスというお二人の方がですね、昨年のノーベル物理学賞を受賞されたわけです。で、ここにあるその神の、ヒッグス粒子は俗に神の粒子っていうふうに言うんですが、なんで言われたかっていうのはいろいろ諸説あってですね、一説はこの野郎っていう、こんちくしょうっていうのを英語で言うとガッてもなかなか見つからないから、ある人がこの野郎なんで見つからないんだって言ったっていうので、神の粒子と名前がついたっていう話もありますが、それはさておき、いずれにしましてもこの神の粒子ですね、ずっと見つからずに、長年、探索してたわけですけれども、最終的にはですね、加速器という、いわゆる、巨大な実験装置なんですけれども、そういう素粒子実験に使われる装置でもって見つけることができたというわけです。で、加速器ったらじゃあ一体どんなのかというわけですが、その前に、このヒッグス粒子が見つかったことによってですね、基本的に現在、これつかない、いいや、ですね、現在素粒子の標準理論っていうのがありまして、標準理論では、ここに挙げているようなですね、全部で12個のですね、粒子が存在する。で、それ以外にですね、ヒッグス粒子も含めてですけれども、ガンマ、グルオン、WZ という、ボソン系の粒子ですね、それがあって、全体で、この物質を構成しているというのが現在の標準理論です。で、最後にですね、見つからずに残っていたのが、いわゆるそのヒッグスという、ここに書いてありますね、粒子であります。で、こういう素粒子物理学はですね、日本は理論的には非常に、強くて、素粒子物理学という定義をしてしまうとですね、その素粒子物理学というものを最初に、開拓したと言ってもいいと思うんですが、それはやはり何と言ってもこの湯川秀樹先生が、力の場というものが実は粒子であるというような考え方をもたらしたというところからスタートして、そのいわゆる中間子を、その考えに基づいてですね、予言されたというところから、素粒子物理学が始まっていると、言っても過言ではないと思います。それに引き続いて、友永先生とか、それから、南部先生、あるいは小林益川先生方が、次々にこの、
素粒子のですね、まあ、いわゆる標準理論を基礎となる理論を打ち立てられていって、まあ、現在この素粒子物理学ではですね、標準理論というのが確立したというわけです。